細切れの地平線、くすんだ色と光が注ぐ道、ダンウォールのような、そうでないような。私が変わったのか、それとも大いについていた時とは何もかもが違って見えるのだろうか。どのような計画を進めてきたにしろ、この宮殿を私から奪ったデリラは賢かった。進化の誰が腐敗しているかを知り、一番強い味方である父を奪った。でも私のことは知らない、箱入りの王女とでも思っているのだろう。戻ってきて戦いを挑むとは考えてもいない。あの女は私を知らない。でもこれから知ることになる。デリラのしたことには驚いたよ。話をする機会が欲しいと思っていた。どこに行けばデリラに会えるか知っているな。だがどうやって戦う、何かうまくいくアイデアでもあればいいんだがな。難しいでしょうね。デリラとは戦う以外ないかもしれない。あの女はふさわしい報いを受けるべきよ。この年になると報いというものが何かわからなくなる。言った通り、昔からデリラを知っている。心に傷を負い、それでも抜け目なく方法を、這い上がる方法を探してきたのだ。きっと何よりも世界が素晴らしい場所だと想像する才能があったのだろう。もう少しマシな方向に向かってくれればよかったのだがな。今さら後悔をしても遅すぎるわね。ああ、そうだな。いずれにしても気をつけてくれよ。わしは心配で仕方ないんだ。さようなら、アント。戻ってこないと誓った。ミルランの外の波止場で待っているぞ。あまり喋ろうとしていなかった。ミーガン。長い間誰からもその名で呼ばれてきた。だが偽名だ。本当の名はビリー・ラーク。秘密は誰にでもあるでしょ。それ以上話しても大丈夫なの？ああ、話すとは思ってもいなかった。だがあなたには知る権利がある。15年前、私は雇われ暗殺団の一員だった。金で人を殺していた。死に値する人もそうでない人も。ダンウォールのスラムで一文無しだった時、当時のボスに拾われたんだ。また認めたくない過去だ。話した方がすっきりしそうね。リーダーは暗殺者のダウド。私は部下の一人。奴と一緒にやった最後の仕事は。ダウドによるお母様の暗殺ね。ああ、言葉が見つからない。あの時に戻り、全てをやり直したいと考え生きてきたが、できなかった。私はあなたの行いを許すことはできない。でも苦しみは人の心を歪めるもの。今のあなたは昔とは別人よ。ええ、皆傷ついた。だが誰もが私やデリラのようになるとは限らない。あなたは決して忘れないだろう。私もそれは同じだ。それでいいわ。さようなら、ビリー。ここからはボートに乗って一人で行くことにする。サミュエル王が見ていてくれたらな。連れて行って私の胸にある檻に戻せ。そうしましょう。デリラは死すべき定めの人となるわ。あなたの母を忘却の彼方に追いやってあげる。
彼女がどこにいるか知ってる？小さな棺桶で痩せ細った足を曲げて眠っているわ。父は王国の霊廟に眠っているというのに。嘘つきめ。受け入れられないよね。あなたの父は名もなき家の生まれ。私はあなたの母の心に住み、あなたの宮殿の広間を歩き、あなたの寝床で眠っている。カルナカで学んだことは、統治する権力は己を必要とする人々に日々奉仕することで得られるということ。私はこの圧政を終わらせるために来たわ、デリラ。デリラが玉座の間にいるのならエレベーターで行けるわ。いけません、愚か者。小さなフォークでハグフィッシュを食べてはダメ。どこの卑しい家族があなたのようなバカをこの世に送ったのかしら。申し訳ございません。貴族にふさわしい作法を教わったことがないのです。ここダンウォールタワーでは両家の人々の中で最も洗練された。どうして教会の中心に木があるの？堕落のルーンがもっとあればデリラの絵の計画を邪魔できる。様の古い隠し部屋から玉座の間に行けるわ。あなたは私を連れ戻し、この手によって死ぬことになる。
玉座に座らせればデリラが自分で描いた幻想の世界へと連れていくはずよ。自分の世界を収めたいのならデリラ、そうするといいわ。とうとう私の求めるものが。我が正義がいつも傷つけられ歪められてきたものが今完全なものとなる。ずっと長い間待っていた。我が歌を歌い、我が身を洗い、我を崇めよ。何が起きた？座って説明するから。町で最も優れた市民たちが生き残ったことでカルナカを訪れていた危機は消え去った。審議会の指導で南部の首都は秩序を回復し、サーコノスは再び繁栄し始めた。ダンウォールでは本人が気づかぬうちにデリラは父親の嘘など全くなかった架空の世界に紛れ込んでいた。進化は永遠に付き従い、大艦隊と共に戦いに繰り出し、パンディシアンの荒野を旅した。真の首都において公明盛大なる女王エミリーは繁栄を取り戻した王国をコルボアッターノと共に何十年も治めた。前世紀のアントン・ソコロフは産業に拍車をかけ、王国にさらなる洗練の時代をもたらした。彼は貴族や芸術家や優れた発明家たちと戯れ、得られる全てのものを吸収した。彼はダンウォールに別れを告げ、北の地へと向かった。故郷への旅路で彼はようやく幸福を感じていた。時代を超えた真理がある。答えねばならない問題は必ず訪れる。ミーガン・フォスターが世界から消えると、ビリー・ラークが影から現れ、本当の自分を探し始めた。家族と呼ぶに最も近しい存在を。